三河城は大阪府大東市にあった城。佐川深野池西側に浮かぶ複数の島の地名である。池の水位によって三つから四つの島で構成されていたとされる。追記時期ははっきりしないが、畠山吉成と畠山正長が北河地を物体にして争った1470年前後と考えられる。 文明3年7月には、吉成法の湯佐コ郎が三河に立てこもった記録がある。当初は、野崎城の、飯森山城築城後は、飯森山城の市場であった。A63 年に、三好町慶が、畠山高政、木沢長政を破り、河内国を両国として、飯森山城を本拠とした。A64 年12月には、畠山高生が、 城兵の油断をつき三画城を落とし首相の三好、正成を討ち取った。一時は、長慶の本拠地飯森山次郎を脅かした後世だったが、翌年5月には、長慶勢が盛り返し、後世は紀州に逃れた。坂氏は大和国内軍の出事で、畠山正長に従ってこの地に移動してきたものと思われるが、記録で明らかになるのは、坂よりてるの代からである。 長兄の配下で、三河領主であった、A65 年に寄リテは、飯森山次郎で、ロレンソ両祭の説教を聞いて、改修を決意し、夏に妻や一族、家臣の多くと共に洗礼を受けた。寄リテは、A67 年に、三好長兄が死ぬと、三好義嗣に従い、天正元年義嗣が敗れると、織田信長に振った。信長と石山本願寺の関係が悪化すると、 山和川を遡上して、たびたび本願寺勢が山河に攻め寄せたが、援軍の助けもあってすべてこれを防いでいる。天正六年、太郎綱地によって、毛利氏と内通しているとの残悔を受け平居を命じられた。間もなく、許されたが、この時に家督を、この、逆らい連に譲った。天正十年、本能寺の変の際には、明智光秀についたが、山崎の戦いで、 光秀が敗れたため、三河親子は領地を捨てて逃亡し、三河城とその城下は焼き討ちにあった。坂氏の後には、キリシタン武将である結城助安が城主となった。助庵は天正十二年の小牧、長久手の戦いで戦死し、この頃に三河城は廃城になったとみられる。三河城がどの位置にあったのかは分かっていない。否定地候補として、坂菅原神社社地や、 大畑の灰喜びガンジアトが挙げられる。大正八年に、坂菅原神社社地に、三賀城市の石碑が建てられた。a 六五年に、坂寄りてとその一族が、キリスト教に改修すると、頼りは早速城下に聖堂を設けた。坂は岡山、砂と並んで、河内キリシタンの拠点となった。京での実権を握った松永久秀が、 キリスト教に礼遇作を取ったため、刑を脱出したビレラやフロイスらが、堺の商人、小西隆沙らの手引きによって参賀に寄っている。A60 年には刑や堺などの信者を集め、復活祭が行われた。ミサの後、多数の船を繰り出して魚を取り洗浄で会食をした様子がフロイスの報告に記されている。この復活祭は、堺氏が没落するまで、 毎年続けられた。よりてるは、主君の三好義継から仏教への改修を命じられたがこれを拒否し、一時期参賀を離れ、堺に逃れている。A61 年頃には、従来の教会では手狭になり、大きな街道を建設した。この新しい教会の位置は明らかにはなっていないが、角道の地名の起こりとなったという説もある。小田氏と石山本願寺の戦いにおいて、 本願寺の劣勢が明らかになってくると、一向胸からキリスト教への集団回収も行われるようになった。天正六年無本の疑いにより一時併居された後、戻ってきたヨリテルは、家督をこの来連に譲り、自身は街道にこもって、信仰生活に没入した。石山本願寺との戦が終わった天正八年から天正十年にかけてが三河両及び、 サンガのキリシタンにとっての最盛期であったと考えられる。天正10年、本能寺の変の際に、サンガ親子は明智光秀に着いたが、山崎の戦いで光秀が敗れたため、親子は領地を捨てて逃亡し、サンガ城と教会も含めた城下は焼き討ちにあった。坂氏の後には、岡山からキリシタン武将である結城アンが移り、 さらにジョアンが戦死した後には同じくキリシタン武将の高山ウコンが領主となったが、ウコンが大阪に新たな教会を作ったため、熱心な信者らは大阪に去った。ありがとうございます。